道の途中でつまずいて振り返ってみても何もない、わずかな段差でもあれば言い訳できたのに、いつも僕だけ一人うまくいかないのはなぜ、背中丸めてうつむきながら答えを探そうか、見上げたわけじゃない、期待しないってことは夢を捨てたってことじゃなくて、それでもまだ何か待ってること、足元ずっと見ていればつまずくことなんてないだろう、景色の見えない人生が幸せなのかな、慎重に生きろなんて大人たちは言うけれど、行きたい方へ歩きたくなる、いけないことなのか、その日の天気次第で下を向いたり見上げてみたり、そんな落ち着かない青春よ、わけじゃない、期待しないってことは夢を捨てたってことじゃない。